移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマウトラジオ。全国およそ700の地域が利用している移住スカウトサービス、スマウトで、都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマウトディレクターの秋吉と申します。私自身も神奈川県から四国の香川に移住して7年目を迎えております。リスナーの皆様と一緒にゲストにいろんなことを質問させていただきまして、好きに暮らそう、好きな場所で好きな時にというライフスタイルを実現するためのヒントを探っていきたいというふうに思っております。はい。今日もですね、素敵なゲストの方にお越しいただいております。高松市の、小木島というところで暮らしている石部香織さんにお越しいただいてます。石部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私は今、香川県の万能町というところに住んでまして、石部さんは高松市の小木島でですね、実はプライベートでもとっても仲良しで、ちょっとこのラジオに出演していただいて、こうやって話すのちょっと恥ずかしい感じもあるんですけど、仲がいいからといって、あんまりこう、だらだら喋らないように注意して頑張っていきたいと思います。石部さん、今日はありがとう。よろしくお願いしまこちす。らこそありがとうございます。はい。石部さんについて、僕の方からいろいろ紹介したいなと思っていたんですけど、まあちょっと、石部さんから、簡単にちょっと自己紹介いただいた方が、リスナーの方に伝わるかなと思いまして、石部さんに早速ちょっとマイクを出して、自己紹介いただけたらと思うんですけど、いかがでしょう。ありました。石部香織と申します。私は、もともと東京の出身なんですけれども、2016年のちょうど12月ぐらいに、こちらの高松市の小木島というところに一人で引っ越してきまして、まあ、もう5年ぐらい経ってるのか、早いなと思います。そうだね、早いね。うんですね。まあ、今も一人で暮らしているのですが、すごくこの島が合ってるなっていう感じをずっと引っ越してきた時から思っていて、そんなお話が今日できればいいなと思っています。都内の女性で、多分島暮らし興味あるわとか、瀬戸内暮らしに興味あるわっていう人結構いるんじゃないかなと思ってまして、まあ、その辺の先輩としてちょっとこうお話聞かせてもらったらいいかなって思ってます。プライベートで私は石部さんのことベッキーって呼んでるんで、今日もベッキーって呼んじゃうと思います。はい。そうですね。ベッキーとだから、同じぐらいのタイミングで香川県に来ましたよね、僕とね。ちょっと早かったのね、秋吉君の方が。ベッキーと僕の共通点は、お互い地域おこし協力隊っていう制度を使って、香川県に移住してきまして、その協力隊の、まあ、活動の中で知り合って、そこから協力隊卒業した後もですね、今、スマウトとはまたちょっと別のお仕事で一緒にやらせてもらったりなんかしているような感じですね。だからお互い協力隊終わって、その香川県の中で、定住したというか、任期後も香川県内に住んでるというような二人ですね。そうですね。よろしくお願いします。ちょっとですね、最初に、さっき、ベッキーが、この島が合ってるかもって言ってくれてたんですけど、小木島ってどういうところなのかっていうのをちょっと聞いてる方にお伝えしたくて、人口で言うと何人ぐらい？今、多分160人ぐらいかなと思いま 160 す。人が住んでるんだ。そうですね。すっごいね、160人の町だよ。もともと住んでたところってどこでしたっけ？もともとは東京の西の方、八王子市の隣の日野市っていう日と野市ころ。ね。日野市は人口どれぐらいなんだろわかんない。う。ちょっと調べてみ調よべたことなかった。う。そこから160人の
町に移り住んだけどね、日野市は人口18万人です、ね、あ、そんなにいるんだ日野市も、まあ、東京の中では結構緑のあるというか、まあ、西東京ってね、結構自然に近いイメージありますよね、うんうん、そうですね、まあ、なんですけど、ここはもう周りにこうイノシシが出てきたりとか結構ワイルドな環境になりましたはい、はい、そうなんだよね、瀬戸内の島ってこう海に囲まれてるんだけど、イノシシ結構いるんだよね。うん、そうそう、泳いでくるらしいので。泳いでくるから、もうそれがこう、自生しちゃってるという、町ですよね、うんうん。そうですね。なんか、その町の、まあ、島のその規模感を伝えするときに、いつもゲストの方に聞いてるのは、その学校の状況とか、うん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 、病院の状況とかってどんな感じなんだろうっていうのを聞いてるんですけど、小木島って学校とか病院どうですか？学校がですね、一時期休校してたんですけど、はいはい、何年か前に再開しまして、で、うんうん、今その一つ小中学校こう合同になった校舎に、うん、まあ何人ぐらいかな、今7、8人の生徒さんが通っているっていう感じですね。あと保育所もあって、こちらにも何人かの、うん、6人ぐらい子供たちが通っています。小中合同で7、8人ってことか。うんうん、すごいね。一学年一人とか、あるいはいないとかっていう感じなんだろうね。うんうん、そうですね、うんうんうん、病院ってあるんでしたっけ？病院は診療所があって、で、右と荻で先生と看護師さんたちがこう、うんうん、巡回する形で、こう1日に午前午後みたいな感じで回ってきてくれるのが週に4日ぐらいですね。なるほど。まあ、そこでこう、っていうのはお隣の島です。そうね、そうね。はい、まあ、メギとオギはなんかセットでこう私有島とかって言われるけど、うん、特徴としてはあれですよね、高松の街中から結構アクセスしやすいっていうのが特徴ですよね、うんうん、そうですね。メギまでが20分、そうね、フェリーで20分、オギ、うん、までが40分、そうそうそう。だから割とベッキーはよく高松の街中にこう買い物に出てたりとか、うん、してる様子聞くけど、そうですね、うんうん、そう、八王子から新宿までと同じぐらいな感覚なのでそうだね、それが電車かフェリーかっていう違い、うん、そうそう、座れるからだいぶこう外にはむしろ出るようになった感じがしますね、休日に。そうだね、しかも電車のなんか嫌なこう狭い感じとか全くないからね、うん、フェリーって気持ちいいもんね、本当に。そうそうそう、うんうんうん、結構島の人はフェリーまではこう自分の家みたいなことを言う人もいます。フェリーまで？フェリーまでは。だいぶ拡張しとるな。って言ってる子もいたりします。そうか、そうか。買い物の話だけど、買い物は基本はどうしてるんだろうか？買い物は、私は生協を結構メインで使っていて。ああ、島の中にあるんだね。あ、生協っていうのは店舗じゃなくて配達、共同購入の方の生協、はい、なるほどなるほど、うんうん、あれを島の人と3世帯で一緒にやっていて、注文書出して、で翌週届くっていうのがすごい便利です。あ、そうなんだ。それなんか町の制度としてあるっていうよりかは、もう仲良しと一緒に買ってみたいな感じ。うん、そうです。普通に高松とかでもあると思うんですけど。そうだよね。うん、うんうん、実家でも生協は使っていたので。うん、使ってた使ってた。商品群とかがすごい馴染みがあるっていうのもあって結構変わらない食生活を送れてる気もしますあ、そうなんだ。それって都内とかともメニュー一緒なの、生協って？うん、まあ、なんかちょっとその香川版のコープなので、ち
ょっと違うと思うんですけど、うんうんうん、でも割と共通している商品も多いので。ああ、なるほどね。うん、じゃあ、案外、ね、商品紹介するとコープの宣伝みたいになっちゃうから、あんまりしないけど、うん。案外、じゃあ、こう、買い物は不便しないというか、むしろ、その、実家で食べてるものとかと近いものが手に入るって感じなんだね。近いものが手に入ります。おー。で、あれだよね。なんか洋服とかね、その雑貨とかそういったのは高松市内にちょっと出かけるって感じやもんね。そうです。あんま食品とかをこういっぱい買って帰ると重くて大変なので、まあ、結構みんな高松で買ってはいるんですけど、うんうんうん、私はこう服とか雑貨みたいな、なんか高松でこう見て買いたいものだけは、その船に乗って買いに行くみたいな感じです。うんうん、木材とかに、あと西村上位とか行って、そうね、ホームセンター行ってね、うん、ホームセンターに行って、ホームセンターで買ったものもフェリーに乗るんだもんね。そうそうそう、フェリーに乗せて、うん、乗せて買ってくると。うんうん、まあ、Amazon とかも普通に届くもんね。あ、そうそう、 Amazon もかなり使ってます。まあ、そういうなんか買い物的に困るってことはあんまりないんだね、小木島の場合ね。うんうん、うん、農協もあるし、いい、ね、農協の売店でこう牛乳とか卵とかもいい、ね、お米とかも買います。はいはいはい、はい、で、まあ、気になるのは小木島でどうやって稼いでってるのかって話ですよね。お金仕事をどうしてるんだろうって。その意味でどういうライフスタイルなんですか、ベッキーは。なんか最初こっちに来た時は、うんうん、こう東京では割とパソコンの前でこう座ってる仕事をずっとしてたんですけど、制作関係の会社でディレクションみたいなことをやってたんですけど、うんうん、まあ、こっち来るにあたって、まあ、もともとそのあんまり手に職系ではなかったというか、エンジニアとかではなかったので、うんうん、こう完全にリモートでそういう仕事っていうのはできないだろうなと思って、うんうん、でその協力隊2、3年間の任期でこう最初はこう勤めることができたので、まあ、収入面では最初はそこは大丈夫だったんですけど、うん、まあ、それが終わった後のイメージっていうのは結構ずっと悩んでいて、なんかその完全にリモートでやるのも厳しそうだし、でもその手に職、なんか 手仕事っていうのもそんなに経験がないから、うんうん、はいはい、いきなりそれで稼ぐっていうのもちょっとイメージできないなと思っていて、うん、まあいろいろ試しにこう港の近くでこう瀬戸内国際芸術祭の時にあの飲食を出店してみたりとか、はいはい、やってたね。そうそうそう、まあ、いろいろやってはいたんですけど、まあ、そこまで、うん、なんかそれだけで食べていくっていうのはさすがに、まあ、いくら畑で野菜を育てられてもやっぱり社会保険とかもこう払わないといけないし、さすがに厳しいなっていうのを感じて、うんうんうん、まあ、そういうのもこう楽しい範囲でやりつつ、やっぱり本職が必要だなって思った時に、うんうん、あの秋吉くんが声をかけてくれて、うん、そんな時、うんうん、うん、そんな時だね。卒業、うんうん、あの協力隊を卒業して、まあ、数ヶ月ぐらい、半年ぐらいかな、あった時に、まあ、その会社のライティングとかそういうお仕事を紹介してくれたので、うんうん、それをやり始め、うん、まあ、そしたら、うんうん、結構リモートでできること、私もまあ何かしら力になれることがあるんだなっていうのを感じ始めて、うんうんうん、まあ、そういうライティングとか、まあ、そのプロジェクトの中に入って、うん、あの、まあ、東京行った時にやってたみたいなそのプロジェクトの進行の部分とかも少しずつ手伝うようになっていって、うんうん、で、なんかそんなことフルリモートじゃできないよって思っていたことがだんだんこうできるようになってきるんだっていうことに気づき始めて、うん、割とそっちの比重が多くなっていったって感じがこの1年でしたね。1、2年。あ、そうですね、そうですね、うんうん、なんか最初はあれだよね、本当ライティングだよね、
ライティングからリモートでこう仕事をしてて、うだね。俺と一緒に仕事する前ってクラウドワークスとかなんかそういうとあ、そころうかやっらてたの。仕事をもらってたりしたよね。だから、そういう意味でもちょこちょこそういうライティングで遠隔で島で暮らしながらそういう収入って作れてたんだけど、まあいわゆる定期的に一緒にやれる仲間っていうのが見つかり、で、僕は石部さんの書く文章めちゃめちゃ好きだったから、ありがたライい。ターとしていろいろお願いしたんですけど、ディレクション能力もやっぱすごいあるなって思って、ライティングだけじゃなくて、そのプランとかね、企画を進めていくっていう仕事までお願いするようになってったら、なんかいつの間にかその他社さんからも、そういう仕事をね、受けてたりもしてたもんね。ありがたいことに。なんか具体的には、僕らの場合はゲストハウスのプランを作ってディレクションしてくれてたりとか、あとはライティングしてくれてたりとか、あとはスーパーさんの EC サイト、オンラインショップか。オンラインショップのディレクションとかもやってたもんね。そうなんなでのす。で、なんほら、か、本当にね、リモートで全部。そうなんです。結構こっちに来てから、なんか人づてに、その秋吉くんみたいな人がこう、紹介してくれたりとか、知り合いの人が、こういうことをできる人を探してるんだけどどうですか？みたいな感じで声をかけてくれて、最初、いや、なんか私なんかがそんな仕事みたいな、そのフリーランスでやってたわけじゃないから、力になれないですよ、みたいなことを言ったりとかしたりもしたんですけど、いやいや、なんかやってほしいんだよ、みたいな感じで、こう、お願いされて、やってるうちに、なんか、そのやったことに対して喜んでもらったりとかして、なんか、もともとフリーランスでやっていこうって思ってたわけじゃないけど、なんか気づいたら、なんかそういう仕事がメインになってたみたいな感じがあって、すごいそれが面白かったですね。そうよね。本当なんか自分、石部香織個人で、ちゃんと社会の役に立てて、お礼も言ってもらえてるみたいな構造がね、やり多分がい作が。れていってるってことだもんね。いや、すごい楽しいと思う、それ。で、またなんか人づてに紹介とかしてもらえたら、あ、いい仕事できたんだなっていうね、自分のこう振り返りにもなるしね。そうですね。いいですね、いいですね。なんかちょっと理想的な島暮らしなんじゃないですか？そうやって、外からね、収入を得つつ、島の中ではちょこちょこっと畑やったりとかね、して暮らすみたいなね、いい感じな気がする。移言い住つす、つ、畑とかめっちゃ放置して そうぼうね。ぼう。リモート仕事が忙しくなってきているというのもあるんでしょ なんか体がこの室内の空気に慣れすぎて、こう外に出るハードルがどんどん上がっちゃって、こまめな草抜きとかができなくなって、そこはちょっと今後の改善点ですね。お休みあるの？なんか今、なんかあんまり明確に何曜日とかってなくなっちゃってて、でもこのタイミングでこれを買いに行かないといけないみたいな、なんかそっちの都合優先で、その日はオンラインミーティングが少ないとか、なんかそういうことで、こう街に出たらその日がお休みみたいな。ああ、なるほどね、なるほどね。じゃあ、その仕事を、まあ、割かしどこでも、いつでもできるから、いろいろ、予定が入ってきて、で、その間に、その暮らし事するみたいな感じかあ、そうだね。な。なんか、時間できたら、大抵街に買い物行くとか、そんな感じで過ごしてるのかなんか結構遠出とかそんなにもともと割と少ないタイプなんだけど、今は高松に出るっていうので、自分の中ではなんかそれだけで休み感が醸し出されてくるので いいでそすれね。で満たされてしまうという感じですね。なんか島っぽい休日の過ごし方とか遊びはしてる。島っぽい、なんだろう。まあでも友達がその近所に住んでて、
まあ、その子も東京都2拠点なんですけど、はいはいはい、その子と、まあ、島の人とかとこう集まってワイワイやったりとか、うんうんうん、ご飯食べたり、うん、あと釣りも行くんだっけ、うん、釣り私自身はあんまりなんか釣りはしないんですけど、はいはい、その友達が釣りが好きだったりするので、うんうん、なんかその恩恵に預かるみたいな、あ、釣ってきたものを食べる担当みたいな、そうそうそう、食べる担当、料理していい、ね、うん、とかは楽しいですね、うん、いいな。だからリモートワークがまあ忙しいけれど、こうちょっとこう外に出たらこうのんびりした島暮らしというかね、近い仲間がいて、うんうん、あのそうですね、本当景色もいいんですよね、小木島ね、うん、そうそうそう、そういう暮らしなんか憧れるな、うんうんうん、窓の外見るのが結構癒しの時間になりますね、うん、いやそうですよねなるほどね、はい、うん、分かりました。ちょっと時間になったんで、前半まあこんな感じで、あのなんとなく聞いてる方、石部さんの人となりとか、小木島ってこういうところなんだなってイメージしていただけたんじゃないかなというふうに思います。後半であの石部さんがこう移住するまでにどんなことあったかとか、この辺ちょっと聞いてみたいというふうに思っています。じゃあ一旦前半こんな感じでおしまいします。石部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。